昨日ね釧路から帰ってきたんですよ疲れた <laughs> 気絶したわマジで釧路出たのが3時半頃だったかなでもあのちょっと乗り継ぎの時間とかも結構あったんで最終的にここにまで着いたのがね21時気絶したね 気絶した <laughs> マジで気絶したわ <laughs>。何も覚えてないわ <laughs>。いやね、北海道ね、暑かったわ <laughs>。いや、マジで、あの、普通の、ほら、本州の人たちが考えるね、その北海道の人たちがね、いや、北海道も暑いんですよ、みたいなことをね、っ言ったとしても、まあまあ、暑いんだろうけど、まあまあまあ、気持ちはわかるけどね、みたいな <laughs>。 <laughs> まあでも暑い言うてもね、みたいな。で、まあちょ、ちょっと思ったりするじゃないですか。私なんかはね、やっぱちょっと思っちゃったりするんですけど。<laughs> 実際、降り立ったらですね、釧路空港をね、もう <laughs> <laughs>、って、メガネも瞬間で曇ってね、湿度が半端ない。湿度の話もね、事前に聞いてたんですよね。いや、湿度が高くて結構暑いんで、みたいなね。<laughs> 完全に聞いてたんですけど、まあ、言うてもなたいな、とかちょっとあったんですよね。僕はほんもう申し訳ない。もう、湿度もやらすぎて、体験したことないぐらい。こっちじゃない湿度はね、やっぱすごくて、えはほんと、その湧いたらもう整っちゃうんじゃないかっていうぐらいの。すごい湿度。ね いやでもその、くしろのね、皆さんともたくさんお話しましたけど、皆さん口々言いましたね。今年はもう普通じゃないって。<laughs> でね、私泊まったのが、まあ、もちろんホテルとホテルに泊まったんですけど、あのねあのぜ、全部が全部じゃないですよ。私が泊まったところがたまたま、エアコンがついてないんですよね。<laughs> で,で、ただそれは別に、普通なんですよ、くしろにとっては。あ、もちろんエアコンついてるね。最近割と立ったようなね、あの、 東横とか、例えば、スーパーホテルとかね。最近、こう、パパッと広がってきたようなところはもちろんエアコンついてますけど、か多分昔からあるところでしょうね,うね。エアコンついてないんですよね。で、めちゃめちゃ蒸し暑いんで。<laughs> で、ね、扇風機はちゃんと置いてあってね。<laughs> 扇風機を首振りながらね。<laughs> 一点に当て下がたとお腹でいいとか壊しちゃうと嫌だから、こう、ふわふわっとね。で、もうスーパーだからね。<laughs> すっぱだからね、シャワー浴びて、こうやってやってるとまんまあまあ気持ちいいんだけど <laughs>、っていう状況でね、これはもうたまたまね、止まった、うん、運が悪かったっていうね、まあそれだけの話なんですけど、で最後の日口の出現展望台があって、で、そこの中に、ちょっと資料館みたいなのがあるんで、そこをね、入ってね、で、その、あの、ボランティアのね、お,おじいちゃんも隠居されたね、 あいらして、こう、いろいろご説明をくださるんですよね。で、いろいろこう話してるうちにね、あのー、いやもう今年、釧路はね、もう異常に暑くて、っていろいろ細かいデータとかも教えてくれてどれだけ暑いかってもう確かに異常。体験したことない暑さだから、その生まれて初めて <laughs>、扇風機よく楽私買ったんだ、言うてね。だからね、あれ扇風機でどうにかなる暑さじゃなかったんで、 いや、ほんと北海道の人ほんと大変だっただろうなーってね。<laughs> 私もね、体力やっぱね、奪われちゃいましたよね。そう,そうそうそう。<laughs> 高橋さん体重を最近張ってないよってこう言われたんです、ちょっと張りますわ。ね。ラーロー。ラーロー。ラロってかなラロ7 6 4 k あのね、これもね、 あの、そう、湿度が高すぎて、まあ、夜のホテルもね、苦しかったってのも多少あるんです。日中も当然ずっとまっとわりつくような湿度の中にいたんで、で、まあ、当然ね、その普段の環境と違うところにも私も行ったんで、まあ、もう、も年だし、やっぱりね、体力がね、ゴリ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 奪われていったんですよね。でもね、美味しいものがね、本当にいっぱいあるんですよ。いろいろね、連れてってももらいましたし、本当に食べさせてもらえたんですけど、後半二日間ですね、 もうね、まあ、お腹壊したとまではい、言わない、いかないんですけど、なんか、その食欲はですね <laughs>、あんまりこう、もりもり巻いてこなくて <laughs>、あれもこれも食べたいって思うんだけど <laughs> その、ちょっとした食欲不振にね <laughs>、ちょっとなってしまったのもあって、で、多分、ま、あこれはね、ま、痩せたんじゃなくて、多分、な胃の中の内容物がね、なくなっただけだったらまあ、昨日も、ガツガツ食ったのはでもね、うん、まあ、でも、 前半いろいろ食いまくってる時はね、私これ、山太ってやーべえな、っはこれ。太りすぎて大変なことになるなって思ったけどね、今体重持ったら76.2を安心しましたわね <laughs>。ね、今回目的はね、その釧路ベースの衣川さんに、この約束を果たしに行くと言いますかね、まあ行く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 言ってったんでね、こう行ってね、まあ、お店が盛り上がるのもね、もしね、私がね、えー、お手伝いできるならっていう気持ちでも,もちろんね、行かせていただいたんですけど、でね、 まあ、実際行きまして、えー、本当に、クシロベースにお集まりいただいたね、方と、こう、いろいろお話しさせてもらったんですよね。中に何人もですね、このクシロベースができたから、ラジコンを始めたという。このクシロベースがなかったら始めていなかった。ね。えー、もんもんと、こう、やりたい気持ちはあったけど、実際こう、手を出さなかったのも、このクシロベースさんができたからってね。でね、私ね、それを聞いてね。いやね、まあ、その、これモわさんもね、やっぱ一大決心と言いますかね、 まあ自分の熱い情熱を持って、このアジコン業界にこう飛び込んだわけですけど、で、その思い、で、それが儲かるか儲かるかわからない、ね <laughs>。しかも、こう、ミニマムな市場規模のところにね、好きというだけで、こうやって入ってきて、で、不安いっぱいでこうやってきたと思うんですけどね。で、実際そのコロさんがね、そこにサーキットを作らなかったら、始めていなかった人とか、あと出会わな、ことがなかったコミュニティとかですね、あと、この、 まあラジコンの楽しみ方いろいろありますけど、そのサーキットで走るっていう楽しみとかですね。まあそういったね、コミュニティがもう確実に生まれているっていうのを感じですね。いやもう本当に嬉しかったし、本当に良かったなと。もう心底思いましたね。で、私がね、こうやって YouTube を始めて、この <laughs>、私こう騙されたようにね。<laughs> まあ今ね、コロマワさんだけのお話し,しましたけど、実はですね、えー、その全国にはね、何店舗も、 私の YouTube を見て始められてる方がいらしてで、そこを中心にコミュニティが生まれてって言ってね。で、最初は私、本当に苦しく、ただ苦しいから何かしないとって、このラジコン業界にね、何らかの形で貢献できるんであればっていう形で始めた YouTube ですけどもね。で、それが実際、こう、形になって輪が広がっている。まあ、自己満足ってね、言ってしまえば、それまでなんですけど、本当に良かったと思える、 まあ今回の北海道の旅でしたね。あれこれなななんだこれ <laughs> これなんか話 <laughs> これ皆さんこんにちはからで始まってないよねこれね <laughs> なんかまとまっちゃったね話ね。みなさんこんにちはレズオカの高橋です <laughs>。そんなわけでねまあ本当にねあの今回ね行って。 本当に多くの方にね、していただいて、あの、私の動画を見てね、ラジコンがハマったとかっていう声を聞かせていただいて、えー、これからも頑張ってくださいっていうね、お声を本当にたくさん、もうめちゃめちゃ頂戴しました。本当に。もうサインとかもね、ほん多分100回以上ですね、チ違ラーく書かせていただきましたし、あの、皆さんのね、ラジコンの情熱も伝わりましたし、楽しんでる姿もね、もう見ることができましたし、もう素晴らしい時間でした。 もうね私ね釧路ね <laughs> 好きになっちゃった <laughs> <laughs> まあそのできるかできないかねわからないお口悪しそうですよねまた来たいと思いますなんてねこういうことでご愛させさせていただいてねまあ可能ならね本当定期的に、まあ、1年に1回と言わずともまあ2年に1回とかでもですね えー、おかいお顔をね、出させていただきたいなと思いましたし、まあ、これね、私の自己,自己満足ではありますけどね、私はやっぱこう、YouTube 撮るにしてもね、ラジコンやっていくにしてもね、えー、話していくにしても、やっぱモチベーションというのはね、すごい上がるし、いや、ますますね、えー、頑張ろうと、ね、気持ちをいただいた、えー、北海道4日間の旅となりました。今回ね、暖かく出迎えてくださった、えー、クションの皆様、そして道東の皆様、そして北海道の皆様、本当にありがとうございました。 また必ず遊びに行きますので、えー、その時ぜひまた一緒に遊んでください。それではですね、今日の動画良かったと思っていただけましたらね、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録をね、ぜひよろしくお願いいたします。非常に励みになります。また、レディオがですね、ウェブショップもやってございます。あと SN、SNS ですね、Twitter、インスタ、Facebook やっておりますので、そちらのフォローの方もぜひお待ちしております。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。